ダグラス・ジェラルド・ハーリーは、アメリカ人エンジニア、元海兵隊パイロット、現役の NASA 宇宙飛行士。STS-127 と、スペースシャトル計画最後の飛行となった ST、STS-135 の2度の、スペースシャトル計画に、パイロットとして登場した。彼は ST、STS-135 以来初めてアメリカの、地上から打ち上げられる。 有人宇宙飛行計画であるクルードラゴンでもマイナス2を指揮する予定である。また、海 A-18E、海、e、スーパーホーネットで飛行した最初の海兵隊員でもある。仲間内ではコールサインのチャンキーで呼ばれることもあった。ハーリーは1966年10月21日にニューヨークのエンディコットで生まれた。1984年に ニューヨーク州オゴにあるオモフリーアカデミーを卒業。1988年に、デュレーン大学を優秀な成績で卒業し、土木工学の理学士を取得した。また、デュレーンの海軍予備役将校訓練課程と、海兵大使館候補生学校の両方を優秀な成績で卒業している。ハーリーは、1988年に、 ルイジアナ州ニューオーリンズのテュレーン大学の海軍予備役将校訓練課程からアメリカ海兵隊の将尉としての任務を受けた。卒業後、バージニア州のクアンティコ海兵隊基地にある海兵隊基礎訓練校後に不評士官コースに通った。フロリダ州にあるペンサコーラ海軍航空基地での航空教育を受けた。あと、1989年にテキサス州で 飛行訓練を受け、アメリカ海軍パイロット訓練プログラムを優秀な成績で卒業1991年8月に海軍飛行士に任命された。その後、カリフォルニア州エルトロ海兵隊航空基地のベムファット -101 に赴任し、海 A-18 ホーネットの初期訓練を受けた。訓練終了後、ベム F-225 に配属され、 西太平洋に3回海外派遣された。ベメフ -225 在籍中にカリフォルニア州モントレーの海軍大学院でアメリカ海兵隊航空兵器戦術教官コース、海兵士団戦術教官コース、航空安全士官コースを受講した。ベメフ -225 での4年半の間、彼は航空安全士官とパイロット訓練士官を務めた。 その後、ハーディは、メリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地にある海軍テストパイロット学校に選ばれ、1997年1月からコースを開始した。1997年12月に卒業後、海 A-18 プロジェクトオフィサー兼テストパイロットとして、第23試験評価飛行隊に配属された。VX-23 では飛行特性、 システムテストなど様々な飛行試験に参加し、海兵隊パイロットとして、初めて海 A-18E 海スーパーホーネットを操縦した。宇宙飛行士プログラムに選ばれた際には、作戦士官を務めていた。ハーリーは25種類以上の航空機で5500時間以上の飛行時間を記録している。2010年10月に、 タレイン大学で講演するハーリー2000年7月に NASA のパイロットに選ばれたハーリーは2000年8月に訓練に呼ばれた。2年間の訓練と評価を終えた後、アストロノートオフィスで技術的な任務につき、スペースシャトルミッション STS-107 と STS-121 の主任宇宙飛行士、支援要員を務めた。また、 シャトルの着陸と転送を担当したほか、ケネディ宇宙センターのコロンビア再組み立てチーム、クルーエクスプロレーションビヒクルの選定を支援する探査部門でも働いた。彼はまた、ロシアのスターシティにあるガガーリン宇宙飛行士訓練センターで NASA のオペレーションディレクターを務めた。2009年7月には日本製の船外実験プラットフォームと 船外パレットを国際宇宙ステーションに輸送するスペースシャトルミッション STS-127 及び ISS 組み立てミッションに JA でパイロットを務めた。ミッション期間は15日16時間45分だった。2011年7月、ハーリーはスペースシャトルアトランティスのミッション STS-135 で宇宙に帰還した。このミッションでは、 多目的補給モジュール、ラファイロと軽量多目的キャリアを国際宇宙ステーションに送り届けるとともに、既存の宇宙船へのロボットによる燃料補給の可能性を調査するシステムの試験を行った。STS-135 のミッション期間は12日18時間27分56秒だった。二つのミッションを合計すると、ハーリーは八十三時間以上宇宙に、 滞在している地球に戻ったからは、ジョンソン宇宙センターのフライトクルーオペレーションズディレクターの新規、プログラムアシスタントディレクターを務め、2014年8月には、フライトオペレーションズとミッションオペレーションズの合併に伴い、コマーシャルクルー、プログラム担当のアシスタントディレクターに就任した。2015年7月、 NASA はハーリーをシーシディルの最初の宇宙飛行士の一人として発表した。その後、彼は、ボーイングやスプセックスと協力して、スニータ、ウィリアムズ、ロバート・ベンケン、エリック・ボーラタの選抜された宇宙飛行士と共に、商用上院宇宙船の訓練を開始した。2018年8月、ハーリーは、スプセックス・クルードラゴンの最初の、 テストフライト SPXDM2 に選抜された。クルードラゴンの飛行中中止テストの後、ハーディーは同フライトの船長となることが確認された。ハーディーは海軍攻撃機試験飛行隊の最優秀、テストパイロット・エンジニアチームのためのスティーブン・エヘーゼルリング記念賞を受賞している。その他、メリトリアスサービスメダルや海軍と海兵隊それぞれの表彰メダル。 その他様々な功労賞を受賞。2004年、2005年、2006年、2007年には NASA 優秀業績賞を受賞。NASA の宇宙飛行士、カレン・ナイバーグと結婚、一人の息子がいる。ありがとうございます。